ということで、トライノベーションのトークライブということで初めて、集まってもらいました。よろしくお願いします。お願いします。やっと千切さんフル参加ですね。あ、ありがとうございます。大丈夫ですか？そこ、この世にいてます？それこれ色がやばい。いや、なんかね、みんな見えてます？大丈夫これあ、もうね、そんなんでもう今日はこのメンバーでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。まあでもね、今さらっちゃ今さらなんですけど、まあ What's Try のということで、一番最初なんですけど、まあちょうど全員おるんであれなんですけど、僕とまあ兄貴の和義と、布施さんですね、布施さんと3人で始まったんですけど、まず一番最初はね、僕がなんかこう謎の三味線活動をしてるところに布施さんからダイレクトメッセージが来て、インスタですよね、インスタで布施さんにナンパされて、はい、ほんで一回飯食いに行きましょうって言って、チーズ餃子ですよね懐かしい懐かしいっすよね懐かしい。で、そのなんかまあ僕らはその演奏家の立場で、ほんで布施さんはその楽器商の立場で、はい、で、いや、この間もそのまあね、大きい楽器屋さんが潰れたっていう話あったっすけど、やっぱ楽器屋さんがどんどんそんなんでっていう話から、やっぱこれはやっぱりなんとかせなあかんなっていうところから始まって、でその時はまあトライノっていう名前も和のアップデートっていうのもまだ決まってなくって、なんかこう面白いことしたいな、いつか和楽器でなんか大型フェスみたいなことしたいなっていうところからスタートしたんですよね、うん、そうですね、そうなんですよ。ほんでトライノっていう名前ができ、で和のアップデートっていう目標というか名目ができ、で最初のグループラインは3人で始まったんですけども、ずっと喧嘩してたっすからね、ほんまそうっすね、ずっと喧嘩してたっすよね。あんな長文なかなか打てへんでっていうぐらい全員長文のそうやね。だからそんだけさ、うん、みんな思い入れがあったわけやん、まあね、そう、熱かったっすよね、うん、そうっすよね。そう、うんうん。ほんでまあそっからこういろいろこうね展開しつつ、ほんで何のためにやるねんっていうところを最初むちゃくちゃ話し合ったっすよね。ね、そこが一番話し合ったところやな。そうそうそう、うん、誰に向けて何のためにやるっていうのを、うん、まあ布施さんがそのやっぱこうビジネスマンというかね、僕らのそのなんちゅうかな、舞台人の観点とは違うところから、うん、でやっぱその辺からやっぱりこれを和楽器のメンバーだけでやっていったら狭いなっていうところで、なんかトライノのコンセプトっていうのはどん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 できていったって感じですよね。ほんでまあそんなんから、最初 SNS でこんなんするんで一緒にやってみませんかっていう動画を上げたんですよね、うんうん、そうほんで引っかかってきてくれたのがあの世から参戦、あの世からの参戦。そうですよね。だから唯一大阪じゃないし全く面識もなかったですし、千秀さんはどういう感じでこれちょっとやってみようって思ってくれはったんですか？なんか最初その秀デさんにインスタフォローしてもらって、はい、ですごいめっちゃかっこいいじゃないですか。うわ、すごいかっこいい音楽やってる人いるんだなと思ってフォローバックして、はいはい、で見てそのさっきの投稿を見つけたんですよ、はい、でそのちょうどその投稿を見つけた時が私がもう踊りやめようと思ってた時で、はい、そうなんですよ。もう踊りやめようと思って、なんか将来性もないし古典の世界もこんなんだしとかって思って、もうどうしようかな、もうやめようかな、でもやめたつもりで最後なんか頑張ってみようかなっていう気持ちもちょっとあって、でそれでその投稿を見つけて、あ、じゃあこれ最後にやってみようと思って、それまであんまりこうネットで誰かと関わるとかもしたことなかったんですけど、はいはいはい、もう
チャレンジだと思って、であのメールしたんですよ。そのなんかここにメールしてねみたいなあったじゃないですか。そしたらそのメール返ってきた、あ、返ってきたメールがすごい、あの和義さんの激アツなメール。暑いでしょ、暑いでしょ、ね、すごい。でも感動して、なんかあこんなに、でも私が思ってたけどこう伏せてた気持ちをこう、はいはい、文章化していただいたような気がして。そのメール公開、公開しましょう、公開。公開します。もう俺の株が上がるから、うん、探したら出てくると。でも鬼なんか自分で撮ってそうやけどね、その熱いメールね。見る見る、あるんかいや。額に入れて飾ってる、これ、ええー、こと言ってるやん。なんか、千秀さんはもうなんかすげえこう、覚悟持ってきてくれたん、すげえ伝わったっすよね。ありがとうございます。でも本当に覚悟持ってやろうって。ね、ほんま。もうほんでなんか多分、初めて直接会ったんが、1回目のライブする1週間ぐらい前のリハやんね。そうです。そうですよね。もうだから、それまで顔も見たことないのに、一緒にもうライブやってみたいな、でどの曲やってみたいな、今から考えるとよう、そんなことようやったなと思うんですけど。いやほんまそうっすよね。ほんで1回目はあれっすよね、ライブハウスやったんですよね。あ、そう、大きいライブハウス、あの、うん、トラッドっすよね。うん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 、ね、そう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 、なんか懐かしいっすね。なんかそう、もう懐かしいな。そうですね、ちょっとなんか泣きそうになってきたわ、まだ早いか。いやでもね、最終的に僕はもう目標が達成された時はね、みんなでね、もう思いっきり泣こうと思ってるっすね。すいません、はい、そんなわけですね。いや、ほんでやっぱりその例えば和楽器であったり舞踊であったりって、なんかこう今までこう悶々としてきた思いがあって、そこをなんかこう壊したろうとか、そのそういうわけじゃなくて、もっとこうなったらもっといいのにっていう、まあ僕らはほら熱い思いとか今までこう感じてきたことがあってやってきたんですけど、例えば新次さんなんかね、はい、やっぱそのクリエイターっていう立場から、はい、そのまあもともと知り合いは知り合いやったじゃないですか。そうですね。ね、ただそんなむちゃくちゃその仲いい感じでもなかったのに、まあでも、はい、裸踊り的なものは見てましたけどね。そうですね、僕この人すげえわーと思って見てた記憶があります。そうですね、もう僕もね、長いことやってないですけどね、もうあの宴会芸のスペシャリストやったんですよね。そうなんですよ。それでまあ行くところまで行った時期があったんですけど。そうそう、いやまあそれはええとしてですね。いやほんで、その新次さん的にはそのこのトライのね、はい、ちょっとこうなんか参加してみようって思ってくれはったきっかけっていうのは僕の裸踊りですか、やっぱり。まあそれはあるんですけど、どういうこと。まあもともと僕もバンドをやってて、はい、でそのライブで和太鼓を入れて演奏するとかもやったこともあったりとか、そうこの間ね、橋本さんのやつでカホン演奏されてましたね。カホってたっすね。カホってた、ね、まあまあちょっといろいろね、やれちょやっちゃうタイプなんで、まあ面白いことはとりあえずやってみたいなっていうのもあって、うん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 、まあでその流れですよね。なんかあと秀幸さん、ちょうどその時秀幸さんの PV も作らせてもらった。そうっすね、そうっすね、そうなんですよ。一番最初のやつですよね、古民家とあと100番ですよね。そう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 、ね、そう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 、はい、あ、なかなか、うん、懐かしいっすね。 その流れだったんで、はい、もうそうね、なんかそのまま行っちゃえみたいなノリで参加させていただきましたね。最初なんかほんまありがとうございます、うん、いいんすかいいんすかみたいな感じから、もう僕らも今はっきり言いますけど、新次さんなしでもやっていかれへんすよ。後ろも見てくださいよ、もう俺新次教派行ってるからね、もう。まあ、こき使われてますわ。いや、こき使ってるっすね。正直使っちゃってる、ね、それはそれに関してはこき使ってる。使
光ってるっすよね。本当にあのトライのだけじゃなくて、なんかそのメンバーの個人的ないろんなイベントでみんな新次さん引っ張り回してるからね。僕は前キジ君の行かしてた。そうっすよね。そうっすよね。はい、で今度は橋本さんのもあるし、またその後も、はい、あ千里さんのもあるし。はい、よろしくお願いします。いや、それは当然あれっすよ。僕もやるときは当然もう清水さんなしではね、もう始まれへんから。ねえ。いや、でも、なんか、その辺も含めてね、やっぱりその、なんか僕らが今まで、その、例えば、まあ、和太鼓チームにおったときとか、なんかお客さんと一体になろうって言うて、なんかやっぱこう、手拍子とか、その、なんかこれ返してね、止まりじゃん。うんうん、ほんでいろいろこう考えたいけど分かれへんくて、まあ、その辺はね、やっぱり和楽器奏者じゃない人のいろんな意見っていうのがすげえありがたかったっすよね、トライノにとってね、それがやっぱりそのライブハウスでやったけど次クラブでやって、ではどういう演出にしてどういう風にしたらお客さんがその和楽器でね、座って聞くもんじゃなくてふーって言ってくれるかっていうところにやっぱすごくつながっていったと思ってるんで、やっぱこれをね、やっぱりなんかこう和楽器やからこうせなあかんって、あのきっちりしたもんはきっちりしたもんで、やっぱりあの残そうと思わんくても今は必ず残っていくんでね、なんかいろんなそのまあ僕らのいわゆるトライノの、ごめんなさいマイク倒した。めっちゃええところや、ええとこやったのに今そのね、和のアップデートっていうところとその間口を広げるっていうところですよね。そこはやっぱりなんかその辺の僕らにない発想っていうのもこれからもどんどんやっぱ欲しいですしね、ほんまになんかそこがやっぱり一個の肝やし、これからの広がり方もやっぱりそこにすごくかかってるなっていうふうに思ってます。なのであの繊維ね、後ろのちょうど映像流れてますけど、こういう映像と例えば和楽器と千秀さんの踊りととかもむちゃくちゃかっこいいですもんね。うん、かっこいい。いやほんまにほんまに、ほんでそのやっぱ僕らピカデリーっていう梅田のクラブでやらせてもらって、やっぱこういい意味でその違和感があり、いい意味でそれが溶け込んでてね、これがなんかすごくトライノっていうのがこう広がった瞬間やったなって思いますね、ほんまに。なのでなんかそんなんも含めて、例えばね川原さん、そのトライノに、はい、まあ、参加してその、まあ、ライブであったりその活動の中でなんかこうこんなんめっちゃ嬉しいことがあってんとか、なんかそんな。そうですね、まあ、秀樹さんももともと太鼓チームにいて、まあ、自分も太鼓チームにいたんですけれども、やってるところっていうのが、まあ、いうように、ね、ホールであったり、野外のイベントであったりとかしてて、はい、まあね、それはそれなりに手応えはあったんですけども、なんかこう、うんうん、やっぱり硬いものというか、従来のその和楽器への印象っていうのはこう覆すことっていうのはなかなか難しかったけれども。で、まあ、トライノーっていうものに参加して、ね、2回目からかな、ピカデリーでね、させていただくことになって、はい、もうそこからなんか、あ、これやなっていうのはちょっと手応え的にはあって、うん、で、まあ、この路線間違いないよな、みたいなのを、すごく、やりたかったこととしては、確信したなっていうのはありますね。うんうんうん、うん、まああとね、台湾とか連れてってもらってめちゃくちゃ楽しいっていう、野生に追いかけされたかったそれはただの旅行としてでしょ。いや俺旅行としか思ってないですからでもね、あれはほんまごめんなさい、むちゃくちゃ楽しかったっすわ。楽しかった。そう、あれはただただ楽しかったね、うん、台湾の話は聞きたくないですね僕は僕は一人来なかったからね。いやでもその台湾の公演もね、僕すごく印象に残ってるのが、そのまあ台湾のその昔その日本人祭りっていうのがあって、それを復活させた日っていう、またその台湾のねむちゃくちゃ熱い人からのオファーで始まったことですけど、うんうんうん、でその例えばこうずっと
その伝統的にあったその日本人祭りっていうのを70年ぶりに復活させましょうって言うて、で僕らに声かかって、やっぱ一回悩むじゃないですか、俺らでいいんかなっていう、うん、ね、和楽器のもの、まあ、のそのもうブツブツブツみたいな感じでいきなりそのチャーライビートかかって、でその台湾のいわゆる年配の方とかも含めて喜んでくれんのかなっていう不安は正直あったっすやん、うん、あったけど、そこはね、うん、うん、僕はその僕らに声かけてくれた時点でそういうのをやってほしいんやっていう風に受け取るんです。なのでもうそのままやっちゃえっつって、もうイノシシもあの時ごめんなさいね、リハーサルなしでいきなり突入したけど、はい、いやただめっちゃ受けたっすよね。うん、すごかったですね。すごい、めっちゃ受けて、もうほんまにちっちゃい子からおじいちゃんおばあちゃんまで僕らの、そのそうね、いわゆるその電子音楽に乗せた和楽器であったり舞踊であったりとかにめちゃくちゃ喜んでくれて、うん、ほんまになんかね、僕らも楽しかったし、見てくれた人も楽しんでくれたし、もうほんまにあの台湾良かったですよね。なんか逆にこう敷居がないというか、そうやね、そんな感じかな。やっぱこう日本人やったらやっぱ、うんうん、あのこうそういうのはちゃんと見なあかんみたいな、なんかやってはるところで騒いだり喋ったりしたあかんみたいな、そのなんかどうしてもあったりするけど、 やっぱそこはなく、うん、ただ目の前であるもんに対してこう反応するってだけっていうのがあったんちゃうかなっていうのがすごい印象的な感じ。だから僕らとしてはやっぱりそのせっかくめっちゃかっこいいのに、そのどう見ていいか分かれへんとか、その入り口がちょっと狭すぎて、ちょっと最初にすげえ作品持ってこられるとやっぱり理解できへんとかって、やっぱり正直あるっていうのをさ、ふつふつと感じてて、うん、ほんでそのトライノっていう枠の中でそれをすごくこう柔らかくして、で3回目の時のピカデリーですげえよ俺らも感動したんがさ、その DJ の後に川原さんのそのトライの的なやつじゃなくてガチの大太鼓、うん、で DJ の後に琴のその橋本さんのそのほんまのちゃんとした現代曲、うんうんうん、でやっぱああいうのって多分順番を俺らがさ、なんとかこうどうしたらっていうのでさ、めっちゃ考えてやったけど、うん、やっぱあれだけやっちゃうとやっぱり若い子の前でやって、うん、てんてんてんってなりがちやん、うんうんうん、だけどちゃんと入り口をこう誘導することでさ、あの例えば琴の独奏で若い子イエーイってなったやん、あの時に、うん、すげえ俺感動して、うんうんうん、そうだね、やっぱりちゃんとこそのまああれは現代曲やか古典じゃないけど、き、うん、知らんと聞いたらまあ一緒やん、わからないですからね、うん、そう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 、あれで若者風って言えるんやって、うんうんうん、で、あの時は俺もちゃんと川原さんに頼んで、その結構ガチめの大太鼓ソロやってくださいって言ったけど、あれもむちゃくちゃ盛り上がったし、うんうん、そうやね、だからそうそう、だからあれはやっぱりさ、その俺らがこうちょっとチャラい目にやってる曲と違ってちゃんとやってもらったやつも、あ、ほんまにこれはかっこいいんやっていうのがさ、俺らもその伝わったのも嬉しいし、俺らもそれを再確認できてめちゃくちゃ嬉しかったし、うん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 、だからその中でできた空気でさ、そのダンサーも出てくる、でその中に千秀さんが着物を着て出てきて踊るっていうのがもうむちゃくちゃかっこよくね、うんうん、なって、あのほんまに僕もなんかすげえこう感動しながらいつもやってるんですけど、で例えば布施さんね、はい、布施さんはいつも客席で見てくれてますけど、なんかこう、はい、でまあね、企画の段階でとかいろいろ意見もいつももらってますけど、なんか布施さんの立場からで、なんかこうと、あ、トライのまあね、発起人の一人ですけど、やっててよかったなとか、なんか思ったことってあります？そうですね、一番は
っぱり最初から一からイベントを作っていくっていうことにその過程から参加してるっていうところですかね。はい、まあ、今まではまあ見に行って用意されたものを見るっていうだけだったんですけど、はいはい、それを最初からまあ企画の段階で、で演者の皆さんがああしようこうしようこうしたらいいんじゃないかっていうその裏側から見れるっていうところですね。もうなんかあれですよね、なんか布施さんの標準語入るだけでなんかこうプロジェクト感めっちゃ増すっすよね。関西人の僕らからすると、うん、やってる感すげえ増すんすよ、いつも布施さんの標準語で、うん、なのかな、ちょっとわかんないですねそこは。大丈夫、それはそれは僕もわかんないですよ。わかれへんの？それはわかれへん。一番好きそうやんそんな。あ、そう。いや、ちょっとわかんないよね。いや、まあまあまあ、そんなんで、ね、これからさ、例えばイノシシなんかさ、トライノでちょっと私たち混乱してみたいんやけどとか、まあ自分の活動も絡めてくれて全然大丈夫やねんけど、なんかある？こんなんまだやったことないけどとか。はい、そうですね、なんかやっぱり2人の活動ではできないこともトライノだったらできるっていう感覚がすごいあって、うんうん、でなんかそうやね、なんか男性だけのがっつりしたのを見たいし、うん、次はなんか女性だけですっごいめっちゃ色っぽい曲とかそういうのをやってみたいなっていうふうに、うん、思いますね。なんかいいっすね、うん、はい、あとはなんかこうトライのやっててあのライブに来てくれたこう私たちと同世代の20代とか の、うん、あの友達が来てくれて、うん、でその和代さんの忍ぶえを見てすごいやりたくなったって言って忍ぶえを買ったんですよ、うん、友達が。でなんかそういうアクションまで行くってすごいなかなか難しくて、はい、なんかやっぱり私たちもそういう人を一人でも増やしたいと思ってやってるので、がそういう人を一人でも増やせるようにもっとこれからも頑張りたいです。そうやね、もうなんかもう完璧な、なんか完璧すぎたね。完璧すぎたね。じゃーん、おお、いらっしゃい。いやー、すけさん聞こえます？あ、聞こえる、聞こえる。聞こえます。お疲れ様で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 す。いやいや、やすき、あれさ、みんなの前でこういう形で出てんのって初めてかな。はい、初めてよね。初めてやんね。うん。何ですか、何ですか。その、人前にさ、トライノのなんかで出てくるって。人前に出る。そう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 。これいやいや、ちょっと日本語伝わってる？え、どういうこと？人前に出るってどういうことですか？これだからほら放送するから。ああ、あ、え？編集ポイント作らんとこって言ってたけどできてしもたわ。いやいや、いいよいいよ、そのままいっちゃう、そのまま。うんうん。まずやすきの紹介を。そうっすね。だよね、うん、そうそう、井上姉妹のさ、氏名ちょっと俺忘れてしもたわ。いやでもめっちゃいい感じにしまってた。そう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 やね、完璧やったし、うん、うん、でもやっぱその見てその楽しいなだけじゃなくてやってみたいと思ってもらえたと俺らにとってめちゃくちゃ嬉しい、ね、最高ですね、それは、うんうん、ほら最高、やったらもっと楽しいしさ、うん、で、うん、やったら見るのももっと楽しいやん、うん、そうです、うん、そう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 、だからやるか見るかじゃなくってさっていう感じで、うん、そんなん最高よね、はい、またそれほんま嬉しいわ、うんうん、まあほんとそんなわけでやすきの紹介をちょっと、はい、したいと思いますけども、俺やすきっていうこの人のおかげでいろんなことをね、いやほんまにそう思ってて、なんかもともとずっと友達やったんですけどね、将来フェスをやるときに、まあそのフェスやねんから飲食もやっぱり絶対いるやんかっていうところで、まあこんなん企画してんねんけどどうって言ったら、もうなんかね、もう全部話つけてますって、絶対面白いイベントになるから
もう絶対行けるんでっていうことでもう全部許可もらってきてますとか言うて参加してくれて、でだからやっぱやすきが今までそのクラブイベントのオーガナイザーとかをしてた経験っていうのがすごくトライノにとってすごくいい刺激で、すごくいいその新しいチャンネルがいっぱいあって、もうめちゃくちゃなんかおらんかったら多分こうなってないやろうなっていうのがたくさんあるっていうふうに僕は思ってます。うん、なのでまあこれまあまあはっきり言ってまあこれからやねんけど、ちょっとなんかまあちょうどそういう話題のところで、なんかこれからやってみたいことってあるじゃないですか。例えばワッタンなんかね、今までその写真ずっとめっちゃかっこいい写真撮ってくれてて、はい、ありがとうございます。うん、やっぱトライノの写真はもう全部もう綿貫みたいな感じで、もうこれからも欠かせないねクリエイターなんですけど、そのいわゆるカメラマンの立場でさ、トライノでなんか俺今度こんなんしてみたいねんとか、自分もその作品にこういう風にその今はできた作品を撮ってもらって後で出してもらってるけど、なんかこういう風に絡んでいきたいとか、はい、こんな風にしていってこんなんも やれたみたいなんて。そうですね、まあ僕、まあ、カメラマンっていう立場うんぬんじゃないんですけど、まあ、トライノの中で全然トライノと関わって初めて和楽器に触れた人間なので、うんうん、あんまり、まあ、周りにトライノの中にそんなメンバーっていないので、みんなのことを最初見た時に当たり前にうまい人らっていうイメージだったんですね。で、まあ、和楽器のことあんまり知らないんで、みんなって、なんか、できて当然みたいな、最初はイメージがあったんです。だから、今やってる演奏とかが、どれだけ難しいことなのかっていうのが、最初の素人目には分からんので、なんかそういう部分、僕がもしその、まあ、三味線借りて、弾き出したらこんなに難しいとか、なんかそういう素人の立場、でなんか伝えれたらなっていうのを最近ちょっと思ってますね。でもカメラマンは関係ないんですけど、まあ、まあ一素人としてなんかそういう形でもちょっと参加させてもらえたらとか、みんなの個人個人のすごさっていうのをもっとなんか引き出していきたいっていうか、知ってもらいたいなっていうふうに思ってます今。なんか割ったんの俺らへの愛が伝わるっす。言わないですもんね、そんなこと。そうね、だから例えばこうほら今 TTT 動画ってやってるじゃないですか、うん、それでその綿貫和楽器挑戦シリーズみたいなね。あーね、そんなんぜひ、うん、そうね、うん、企画としてさっきの話とちょうどつながって、あ、うん、そうなんなんや、じゃあ私もやってみようかなみたいな風に、うん、ねえ、そうだったらそうです ね, ね, ね昔みんなが、楽器しだした時につまずいて悩んでる人っていっぱいいると思うんですけど、なんかそういう部分でね、なんかレクチャーじゃないですけど、そうやね、うんうん、そういうことにも関われたらなと思ってます。ありがとうございます。なんかぽくないぽくない話しちゃったな。そうやね、もっとなんかちゃらないやつ来るんかなと思って。いやいや、うん、うん、うんしか言わないけれど。え、やすきはどんな感じ、はい、なんか今後さ、はい、やっぱ俺らそのもうテーブルの上の話から始まり、はい、グループラインで揉めるところを通り過ぎ、はい、ライブハウスでやり、でクラブに行き、はい、で、はい、この次、うんうん、なんかそのやすきの立場でさ、こう、はい、俺こんなんしたらもっと面白いと思うねんけどとか、こんなんやってみたいわ今後とか、こういうのんで、はい、みんなの思ってるわーってもっと覆しつつもっと良さを知ってもらいたいねみたいな、なんかいっぱい思ってそうやし。そうですね、なんか なんていうんですかね、まあこう今のこの世の中の状況っていうかね、こういうことにならなかったらっていうところはもう一回全部忘れなあかんなと思ってて、うんうん、
で、まあこれはトライノに関してだけじゃないんですけど、まあいろんな部分でそのなんていうんですかね、その楽しむっていうことを悪みたいな、なんていうんですか、この風潮があるのをとりあえずぶち壊さなあかんと思うんですよね。で、うん、それを壊そうと思うと、なんていうんですか、やっぱりこう同じようなことをやってるとね、なんか批判の的になるというか、うん、なんでもそうやと思うんですけど、なんかそれをもう今思いついてない何かは絶対しなあかんやろなと思ってます、うん、その全てにおいて、なんかなんていうの、まあそのいつまでねこういうなんか雰囲気が続くのかわかんないですけど、でもきっと絶対ないとあかんものになったじゃないですか、本当に。なんかこういうエンターテインメントっていう世界がない世の中ってこんなんなんやっていうのを、うん、なんかすごい分からしてもらえたなと思うんで、うん、逆に本当に必要なものやっていうのは、うん、僕は個人的にですけど、あ、こんないるもんやってんなっていうのも余計思いましたし、うん、そうやね、うん、だからそれは和楽器だけじゃないと思うんですけど、うんうんうん、実際そのやっぱり伝統っていうところにこう、うん、こだわってたところほど食らうのかなと、こういうことがあれば、うんうん、まあね、うん、そうやね。だからその和楽器だけじゃないと思うんですけどっていうところがさ、俺らにとってすごくミソやと思ってて、はい、その、はい、僕らはたまたまそのやってんのが和楽器なだけで、うん、結構その今はねそれで得する部分もいっぱいあるんですよね。やっぱりその、うん、あ、和楽器でそんなことできんねやっていう、うんうんうん、でそれって実はあんまり嬉しくないっすよね。その例えばそれがギターとかピアノやったとしたら当たり前なんですよね。もう何かと合わすこともそうやし、うん、それでこんなことできんねやってよっぽどのことしやんとなれへんけど、その和楽器はその結構なんか普通にちょっと一緒にやっただけで和楽器ですげーみたいななっちゃうんですけど、やっぱりそこをね、やっぱりその当たり前にしたいんですよね。その和楽なんかこう和楽器やからっていうところを抜いて、その一つの楽器の選択肢の中にギターであったりピアノであったりバイオリンであったりっていうメジャーの中に普通に僕やったら例えば三味線が入ってほしいなっていうような感覚をすごい持ってて、うん、でまあさっきのねエンターテインメントの話で言うと、まあ、僕らは生活必需品ではないっていう認識で、だからこそ言えてないよ言えてないやっぱりもう一回これ生活必需品言えてないちょ言ってみて生活必需品言えてない全然あかんやん。川原さんいけます？生活必需品いや無理でしょ、あかんやろ。いや、じゃあほんまわざとやってない。いやでも必需品じゃないからこそそこにこうロマンとかさすごく持ってたんやけど、いざこういうことがあって、じゃあ一番最初に、まあ、みんなで自粛しましょうよ、もう外出んのやめましょうって言った時に、やっぱり必要やったわけ、必要としてもらえたわけじゃないですか。例えば暇やから映画見るもそうやけど、全くエンターテインメントのない世の中っていうのはやっぱり無理な話で、ね、それをなんかこう今後やっぱりこのことがあろうがなかろうが、例えばその、オンライン的なものっていうのをもっともっと広がっていくのはもう当然見えてたことやし、そのライブはライブ、オンラインなんとかっていうのはライブができへんからオンラインでっていうんじゃなくて、多分別の路線として必ずもともと広がっていくべきもんやったと思ってて、そういうのをやっぱ僕らはその
アグレッシブにさ挑戦していきたいなと。なのでとりあえずこの YouTube のトライのチャンネルもじゃん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 皆さん、うん、登録していただいて、うんうん、まずは1000人を目指してっていうところで、そうなんですよね。なのでまあ僕らとしてはその 2.0 っていうまあそのバージョン 1.5 でほんまは 2.0 に行くはずやったんですけど、すごくやり残したことがあったのと納得いかなかったのがあって 1.8 を挟んで 2.0 に行こうと思ってて、でまあ 2.0 をしようっていう構想がすごくまあ中身もね結構実はしっかり決まってたんですけど、今こんな状況でこうなってますけど、必ずねそれにプラスアルファしてできないならできないでどうやってやるんかっていうのも含めてやっぱこれは練って続けていこうっていうのはもう必ず思ってるんでね、これからねなんやかんやで、心折れそうになる時もありますけど、基本的にはずっとワクワク、ね、してるんで、でこのメンバーでやったら絶対できるっていうのも心から思ってるし、逆に言うとそこに新しいメンバーとか新しい、ね、発想とかっていうのはもうじゃん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 欲しいなと思ってるんで、これからさらにねやっぱり僕らの目標のフェスっていうのがじゃあ何年後かにどういうフェスになっていってるんやっていうことも含めてね、僕らはやっぱりフェスっていうものを和のフェスっていうのを必ず成功させたいなと思ってますというところですよね。ちょっと僕ばっかり喋ったんでちょっと順番に喋っていってもらっていいですかね。まず本人から。どんな振りそれ。なんかちょっと喋りすぎたなっていう。まあ、ええ感じに喋ってた。いやまあまあってことでね、今やっぱなかなかねじゃあライブやりましょうっていうのは難しいんですけど、まあその中でこうやって YouTube で。まあ、できることをやっていこうっていうことなんで、まあ、今までも、結構ね、いろんな、種類の動画を上げたりしてるので、それ見て楽しんでいただいて、で、さっき、まあ、姉妹が言ってたみたいに、僕らにとって最高の評価って、すごく良かったですねとか、うまかったですねっていうことじゃなくて、やりたなった、やってみたいですって思ってくれるっていうのが、その、僕らの言う輪の間口を広げるっていうのは、そこかなと思ってるんで、僕個人で言うと、なんでみんなやれへんのっていうぐらいやっぱ楽しいんですよ。まあそれはどの楽器も一緒なんやけど、だからそうやってこうちょっとでもこう和楽器に触れてもらうっていうのは僕らの使命かなっていうのが、さっきね秀樹もちょっと言ってた、そのやすきの話で言ってたんやけど、やっぱこうね和太鼓やからこう三味線やから忍やからって言ってちょっとごまめになるというかっていうところはやっぱあったりするんですよね。それなんでかって言ったら、あんま知らないからなんですよ。みんなあんま知らないから、なんかこうなんて言っていいかわからんみたいな、僕はまあそのねずっとこう和楽器に関わってやってきてるんですけど、いや実は和太鼓やっててとか忍やっててっていう話をしたら、絶対言われるのがね、うわ渋って言われるんですよ。で僕の演奏知ってる人は絶対僕の演奏を見て渋いなんて思わないんじゃわけじゃないですか。もうそんな僕は渋い感じの演奏しない、ウェーってやってるんでね。でもやっぱ知らないと、やっぱこう和太鼓やってるってだけで渋いなっていう風になってしまうっていうのが僕はすごい悔しくて、ね、例えばこうギターやったら渋いギターからエレキギターからみたいないっぱいあったりするんですけど、やっぱ和楽器もそんなで、僕らの中ではいろんな種類あると思ってるけど、やっぱそこがなかなかやっぱまだ世に伝わってないから、こうそういう風な反応になっちゃうっていうのがあるんで、そのね和のアップデートの中にこう和の可能性を高めるっていうことももちろんそうなんですけど、こう間口広げるっていう、いろんな人に知ってもらうっていうのはすごく大事なことやなと思ってるんで、全然こうね和やからちゃんとってことじゃなくて、和楽器もただの楽器の中の一つなだけなんで、全然そんなねその崇高なものとかそういう世界ももちろんあるんですけどじゃないんで、ちょっとやってみようかなとかで全然いいと思うんで、こうねそれをこう僕らの YouTube 今やってんの
とか見て、もちろんライブとかもそうなんですけど見てもらってこうちょっとでもこうね和楽器知ってもらえたらええなと思いながら今こういう状況ですけどできることをちょっとずつねやっていこうと思ってますんで、YouTube 登録してもらったりこう僕らのねこう活動応援してくれたりっていうだけでも僕らのもうトライイノベーターっていう仲間と思ってるんでね、こうやって僕らが発信するたびにこう SNS で、ね共有してくれたりっていうのはすごくいつも嬉しいなと思っているので、みんなでね僕らだけじゃなくてみんなで一緒にこう、ね、この和の文化っていうのを、ね、広げていけたらなと思っております。じゃあ次は、はい、千秀さん。そうですね、なんか私はがっつり古典を一応やってはいるんですけど、まあ古典をやる、そのさっき の和義さんが言ってたんですけど、こう楽しいわーっていう感じは楽しい感じもありあって、古典って型の芸能なので、なんか本当にお寺が今残ってたり神社が残ってたりとかとすごい近いものがあるんじゃないかなって個人的には思ってるので、現状維持って残していくっていうのも一つの意見としては大事なことだと思うので、なんか私はそれもやりつつ、でもそうじゃなくて普通に楽しむ、娯楽として楽しむ側面っていうのも絶対にこういう伝統芸能ってあると思うので、私はなんかそっちもしっかりやっていきたいというか、私の地唄舞もできた200年前は一番新しい庶民の本当に娯楽だったので、まあ、今そういうのの本当に今バージョンというか、そういうのができたら一番いいなっていうのはすごく思ってはいるので、やってみたい。その最近はダンサーの方とかが結構センス持って踊られたりとか、私はあれがすごい嬉しくて、もっともっとそうやっていろんな文化が融合してなんかいろいろできていったらいいなとは思って、トライモの活動も古典の活動も両方バシッと並行しながらやっていけたらいいなっていうふうには思っています。そうですね。ほんで今度あるんですよね。あ、そうなんですよ、ちょっとチラシがあります。はい、取りに行くというね。おらんなった。 おいでだね。今度10月30日にリサイタルをします。これはさっきのがっつり古典のやつなんですけど、でこれに ありがとうございます。これにシンジさんがカメラで綿貫さんに写真撮ってもらいます。もう楽しみですよね、もうそれだけでね。ね、舞台上からカメラ撮ってもらおうかなと思って。リハの時に舞台に乗ってもらって近くで撮るって、はい、多分古典だとあんまりそういうのってさせないことが多いんですよ、先生方が、ね、気が散っちゃうからっていうので、なんですけど、本当に一緒にやってくださる先生方も優しい方が多いので、もしうまくいけばできるかなと思っているので、すごい、めっちゃ楽しみ、あります、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ千秀さん誰に振ります？あ、ちょっと画面的に隣に今綿貫さんがいるので。いや予想してなかったな。そうですね、まあ僕はカメラマンなんで、まあ、撮ることなんですけど、やっぱりね、新しいことをやってはるクラブで和楽器をやる、でそれを撮ってる人ってやっぱりあんまりいないので、いかにそれを他の人より魅力的に、なんだこいつらって思わすのが僕の仕事やと思ってるので、かっこいい、まあまあ、かっこいいことになんなの。いやまあまあいやで、はい、普段っていう時今度は絶対言えへんから。いや、まあやっぱりそこをね、みんなに知ってもらいたいっていうのがやっぱ一番根底にあって、知ってもらうだけじゃなくて、やっぱり特別な、なんていうんですかね、まあ、特別に見てもらいたいので、やっぱ僕はその技術を極めるだけ
に、まあ、極めるだけっていうか極めることに今必死ですっていうことですね。はい、よろしくお願いします。はい、ということで川原さんお願いします。私そうですね、まあ今はこういったねことで活動もしにくいんですけれども、まず一人の活動、自分個人でやってる活動っていうのをしっかり、ね、固めて、でまたトライので持ち寄ってそれをね何倍にもしていくっていう作業をね、なん今までもずっとしてきてこれからもしていくんですけれども、やっぱこう熱い理念ってやっぱあって、それは初めて自分が秀樹さんから聞いた時からもずっと変わらへんものなんですけども、だからそこをこう世にバーンと取っていこうと思ったら、なんていうかやっぱ実力もないとダメやし、面白いことやらへんかったら誰も耳貸してくれへんし、まあ、そこはやっぱどん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 ブラッシュアップして突き詰めていってね、私らやったらできるっていうのを思えるので、今もまだまだ、ね、本当に気力が続く限りね、やっていってこれに、ね、尽力してですね、命捧げたいなと思ってます。また YouTube もね、登録者数絶対にね何としても1000人ね行きたいなって思いもあるんで、いろんなね、トライのってでも集まってる人間、まあ綿貫さんもそうですけど、安木さんもね、布施さんもすごい、新次さんもね、多角度からこの和っていうものを見直していこうっていうプロジェクトなんで、あ、それは本当に面白いなって思うし、もっとね、日本全国のみならず海外に向けてもね、発信していけるコンテンツになっていくんちゃうかな、プロジェクトになっていくんちゃうかなってね思いますんで、本当に頑張っていきたいと思います。笑っておった。じゃあ布施さん。はーい。今の世の中が今こんな状況で、まあ、ライブとかも、まあ、見れなくなってっていう、まあ、感じですけども、で、まあ、普段仕事してる中で、まあ、業者さんも、まあ、もちろん演奏家さんももう悲鳴みたいなね、こうネガティブな話ばっかり今聞こえてくるんですけど、とりあえずまあ今できることを、まあ、前向きに一生懸命やっていこうかなっていうところですね。で、まあ、せっかくねトライのザチューブっていうものがあるので、もしよかったら三味線の三味線屋がこう太鼓叩いてみたいな、僕ちょっと叩きたいなと思って、またちょっとお願いできればと思ってます。そう、打ったことないし、実際ライブで見てね、わすげえなと思ったんで、それをちょっと自分でも体験してみたいなと思ってます。またよろしくお願いします。ぜひぜひ。はい、終わりです。まあ、一応こう次に振っていくっていう流れがあったんでね。じゃあ新次さんお願いします。毎度新次です。まあね、もともとね僕こうバンドやっててドラマーやったんですよね。でその時にやっぱスタッフさんに結構いろいろやってもらったりして、すごい恩を受けてたんですよね。でこの表に立つ側から、まあ今、やっぱ裏方として活動していくっていうふうに決めて、恩をどんどん今までもらったものを送っていきたいなっていうのがすごいあるんですよ。その気持ちが。まあ、そういう意味で、まあ、この今まで培ったこうものを生かして、ちょっとトライドにこう力を注いでいきたいなと思ってます。なんでこれからもいいものをどんどんと作らせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ井上姉妹どうぞ。はい、はい、そうですね、今日皆さんとこうして喋って、改めてこうトライノのあり方とか私たちのあり方っていうのをすごい改めて感じれたので、こういう時代だからこそのこのトライノベーターとしてのこうあり方をまた皆さんにこう返していけたらいいなと思うので、こう見て今
ちょうどこれを見てくださっている方々もトライのベータとして、あの一緒にこれからも一緒にやっていけたらいいなというふうに思ってます。はい。なんか、はい、むっちゃお姉ちゃん出たな今なんか。なかなかやっぱり演奏、生で演奏できる機会っていうのがもう本当に減ってしまってて、でさっきも話題に上がったように、まあ、これがどれだけ続くのかっていうのはちょっと予想できない状況なんですけど、まあでもなんかその昔からずっとやっぱりどんなに苦しい時もお祭りとかってすごい必要とされ、そういう時だからこそ必要とされてたと思うし、絶対まああの必要をしてもらえる時が絶対来ると思って、私たちもその時に、ベストな状況で必要なものを提供できるように今しっかり準備していきたいなっていうふうに思ってます。はい、ではやすきさんに、やすきさんにすいません、途中参加でなんかぐだりましたけど、すいません。いい僕はもう基本的に、まあ、皆さんの世界の、まあ、堀江くんと友達やったっていうこともあって、すごく、10代の早い段階、10代で、こういう世界を知らせてもらって、まあ、そもそもファンやったんですよね。なんで今皆さんと関わってて、一番意識してこのトライノっていうものに関わってる時に意識してることっていうのは、興味がなかった自分の立場になるっていうことを意識してて、要は演者さんとか、まあ、世の中で職人と呼ばれる人たち、その、まあ、料理人とかもそうなんですけど、クオリティを上げることとか技術を上げることっていうのは、そもそも興味を持っていただいてる人に対して、返すことを前提としてるんで、そもそも興味がない人がどうやったら持つのかっていうところを僕は、皆さんに提供していく役目かなと思ってます。ほんで、でまあ何でもそうやと思うんですけど、適材適所っていうのがあると思いますんで、まあ、僕はこのクラブでやるっていうことが、新しいとか、かっこいいっていうことよりも今の世の中で若い人が夢中になっているのはクラブフェスやったっていうところに、じゃあそこに適合するのはどうするのかなっていうところを考えるべきやと思ったんで、そこでやろうって思ったのが最初なんで、まあ、そういうふうにきっと今のこのややこしい世の中でも適合する何かポイントが絶対にあると思いますんで、それをみんなで探していけたらなと思ってます。魅力ですけど、もう僕はこの基本的に皆さんのファンで関わらせてもらってるということにすごく感謝してますんで、これからもよろしくお願いします。 ありがとうございます。ナース、いやこれでも、今日やってみて思ったけど、みんながみんなのこと好きやん、トライのそう、ほんで、うん、多分その演者組はみんなさチームにおって、で辞めて一人でやったけど、結局一人でやれることって限られてるなと思って、こういうところでまたやっぱり一緒にやって、やっぱりこれって掛け算になるんやなっていう、うん、だけど個人個人の活動っていうのがあってトライノの時に集まるっていう感じで、すげえいい距離感やん、うんうんうん、でさっきやすきが言ってくれたみたいに、やっぱその適材適所ってすごい大事っすよね、うん、ほんまに大事やと思うねん俺も。やっぱり自分の適して得意やと思ってることを任してもらえると、やる気かける3ぐらいになるやんか。やっぱりそれをやっぱりトライノっていうこの仕組みの中でもっと今足りてないところを誰かが一から勉強するんじゃなくて、そうせなあかん時期はそうするけど、そういう人がどん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 増えていって輪がどんどん大きくなって、うんね、それが一番いいことやと思うんで、うんうん、まあ今日はみんなに知ってもらうと言いつつ、また自分たちで再確認できたなというところで、うん、ねちょっと
今、まあ当然そうですけど、あのすげえかっこいい新しいもんも作ってるんでね、はい、あの次に皆さんに披露できることをとても楽しみにしてますし、どういう形で披露するかっていうところもあのすごく楽しみにしてます。で、まあ、今回は屋敷が皆さんの前で初登場ですけれども、あの、まあ、僕らもね、あの普段和太鼓、まあ、教室であったりとか忍笛教室であったりとかいろいろしてますんでね、ぜひぜひチェックしてもらいつつ、屋敷のおっとおっと出ましたよ、出ましたよ、お願いします。いや、これがね、お客さん全然深いんだよ。この間絶品ミスジステーキって食べたんやけど、屋敷の店で自分で絶品って言うてるだけやってマジで絶品やったひっくり返りそうなんだほんま。いやでも僕らもそうやけど、やっぱ美味しいもん食べるってもう自然、もう一発で幸せになるもんね。まあ、もうエンターテインメントですよ、美味しいもん食べるは、うん、そう、うん、それをその、うん、さらにこう、うん、楽しく美味しく食べれる演出をちゃんとしてくれるしね、うん、ああ、正直な、うん、もうぜひぜひ皆さんビーリングボンでね、よろしくお願いします。ご飯と美味しいお酒を飲んでね。はい、そういうところで第1回の、トライのトークライブでいいのかな、いいんじゃないですか、ね、うん、っていうことだったんですけども、うん、皆さんどうもここまで聞いてくれた方、なかなかとありがとうございます。今後より良い、トライのをね広げていきたいと思ってますんで、よろしくお願いしますというか、これに関してですわ、言うと一緒にやっていきましょうというところですね。やれることは人それぞれ違うんで、何がっていうことじゃなく、応援して一緒にフェス行くまでっていうのはいろんなやり方があって、僕はもう全員がトライのベータ、いわゆる、まあ応援してくれて、僕らもそうです、トライのベータっていう、こうトライのに関わる人をねみんなそう呼んでるんですけど、全員がそうやと思って、その輪がどん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 広がっていくようにと思ってますんで、一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。